ンリルも何か感じているのね。エコの綱に反応するなんて。やっぱり一族に関係するミラージュが近くにいるんだわ。とにかく行ってみましょう。ここかしら。この感じ。エコたちを呼んでいたのはあなた？まさか戦おうっていうの？フェンリル、来るわ。おお、エコの角って本物だったんだ。そうみたいだね。昔の召喚士は角がシンボルだったらしいのです。なるほど、エコは昔の召喚士の末裔ってことね。俺に任せろ。
ってことないって。頑張ったかな。力、あなたたちにもちょっと貸してあげるわ。